どうも皆さんこんにちは。こんにちは。文具の時間がやってまいりました。今日は嬉しいのはですね、私あの岸野くんと久しぶりの動画です。今日はですね、岸野くんのですねペンにあやかっていこうということですよ。岸野はあれボールペン持ってんねんな。そうですね、普段使ってるの、めっちゃええやんこれ。やばない、これ。なんちゃって、これレンツェッティっていうイタリアのレンツェッティです。レンツェッティ、うわちょっと待って、これめっちゃ持ちやすい。これ何、サメ肌？うんそれがまたあれなんだけど。そうなんですよ。いや、一旦みたいにピカピカしてるからツルツルするのかな思ったけど、グリップ力半端ないなこれ。そうなんですよ、これが DOCA 彫刻っていう、ほう、彫刻がされてるやつ。ああ、そうなんや。ハンドメイドで一点一点、リカルド・レンツェッティっていう人が持ってるんですけど、なんかイタリアでも DOCA 彫刻掘れる人がその人しかいないみたいな。これ何何、え、これ手でやったの？そうですね、これ、はい、マジでちょっと、ま、握った一本一本ただハンドメイドで、リカルド・レッツェッティって言いにくいですねすごいね、いろんな光り方するというか、この彫り方でね。おう、これは半端ない。俺、え、これなんでこれを買おう思ったわけ？おすすめのボールペンみたいな、ほう、ネットで、ネットで見てたらこれの名前があって、おう、あんま聞いたことないとこやったんで買ってみようかなって。え、マジで？ごめん、これ値段今聞いていいの？値段はおいくらぐらい？これで大体1万2000円ぐらい。これ1万2000円ってこれ嘘やろ？あ、もっと高く見えるってことですか？だってこれ機械やろ？これ手手彫りなほんまに。いやいやいや、こんなん絶対手違うって。もうこんなすごいもん、このザラザラ感が。手じゃないと。まあまあ手言うてもこれ一個一個手彫りしてるわけじゃなくて、多分ガチャンかなんか挟んでてっていうことちゃう？だってよう考えてみ、これ一個一個こうやって掘ってたとせいやな。例えば買い値が1万2000円だとせいや言うたらな、で半分向こうの利益として6000円のせいや言うたら、なので材料費聞いてみ、こんなん1000円か2000円しか残れへんなんと。それでお前手彫りでやってられへんやんと。お前何だっけ、リカルド・レンツェッティっていう人は多分やってはれへんと、多分名前だけだと。え、でももうこの人だけなんでしょ、できんのは。イタリアではこの人だけですね。あ、あれやろ、あのこういうデザインしたりする人はやろ多分。これリカルド触ってんの？やってますねこれほんまリカルド触ってんのほんまに？触ってるはずです。レンツェッティがやってるんですね。ハンドメイドでやってるっていう、ね、レンツェッティやってるかなでもレンツェッティがほんまに持ってて1万人だってこっち申し訳ない気するなこれ。そうですね、レンツェッティすいません、ありがとうございますこれはすごい、タガネってこんなんなんですね。おお、知らんかった。これでお前一個一個これ作ってると思われるか？こいつがだから高速で回転してるでしょ。ピカピカしてる。いや、そうせいや。でもこれ全部やるのに結構時間かかるで、これ板の状態なんでしょ、きっと。多分最初が真鍮のプレートに作ってって、で、後からそのロジウム加工っていうのでこの輝きが出てる。絶対こんなオートメーションじゃないけど、こんなええもん1万なんか売られへんって。絶対何かがオートメーションじゃなかった俺はもうめっちゃ、いや、これすごいもん。信じないじゃないですか。だってこれすごいって、一回持ってみ、これ当たりやぞお前。うん、あ、これはこういうふうに押して出すやつやねんな。そうですね、ちょっと書いてみていいかな。はい、あ、書きやすいこれでいい？ありがとうレンツェッティって書いてあるけど間違ってる、ね、いいっすね。これすごいな、これ分かるで俺。これこれあれやろ、 1.0 やろボルシー。それ乗ってないですよ。でお前知らんから、俺学習やったな、これな。前のやつ開けていい？これちょっと、はい、多分一緒ですよ、芯。これ外には書いてないの？ほら一緒一緒、ほらパーカー持ってきたらこれ使いますって。ジェットストリームと M やん。あ、でもこれもだから同じ企画やな、全部似てますね形。レンズって合わせようって。ちょっと違うんかもわかんないですけど、これはいいね。いやいや感動した。それがマネージャーっていうペンのモデルで。うん、マネージャーっていうのこれ。何種類、何種類かなって。もうちょっと細いのですと、あのバスパルトっていうのもあるんですけど。書きやすいですね。書きやすい、まあ、これなんでありがとう浜村淳でありがとうレンツェッティってきたら、うん、ありがとう浜村淳。まあ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 、まあ、もうあれやもんね、あのラジオのね、関西の人しか分からないよね。前の俺らが買うたやつが6000円だな。これの倍近くしたらこのレンツェッティが買えるんですよね。長さもいろいろ買えで、これが 13.5 センチやねんな。そうですね、ちょうどいいよね。男性向きかもしれないですね、この重量感が。そうですね、男性トゥーザキ俺ちゃうで、動画潰そうとしてんのこれじゃない
女性の方でしたらメモのタイプの方がいいかもしれないですね、うんうん、結構重量感あるんで、そうですね、まああんまりこう非力な方は長時間使うとしんどいかもわかんないんで、でもでもここのモデルは比較的安いよね。そうですね、うん、だいたい1万円台ですもんね。そうですね、このモデルもだいたいそのメモとゾロファネロっていうのが短い分ちょっと値段が安くなるっていう形ですね、そうなんや。こうちょっと分厚い方がなくしにくいし、グリップもしっかりなんかするような気がしますよね、うん、すごいな、これはいいわ。これでまだサインもらいに来てないんだよ、こう思って杉本がいつも俺にサインもらうときこれパッてこういうやつ出してマイボールペン、あれ今度やろうな。いやこれはもう負けずといいですよ。これは杉本のやつはどっちかって大理石みたいな感じのやつやからな。ああなるほどね、うん、これはどっちかってグリップがしっかりするわ。これお前買いやぞ。これ色ないの？他に他もあります。あ、見よう。これの色違いあんの？色地あります。赤とか青とか。あ、あんねや。でここもこのタイプか、こうグリップモデル、あ、このキャップがついてるやつ。あ、そうですね、これが岸野さんのやつかな。いやらしいな、すぐインターネットで価格見たいな。このモデルは今までのコメントであった？ないと思う。ないよね。これええわ、岸野君ありがとう。人と被りたくないと思う。そうですね、うん、あんまりメジャーではないと思う。ペン欲しくなってきますね、うん、結局グリップかよね、これは。あと中を変えれるもんな、うん、そうですね、うん、これはもともとはついてたペン。そう、もともとです。こだわって外見はイタリア、中はジャーマンにやろう。ドイツ人はね、几帳面ですからね、うん、そうです。これはドイツ、中はドイツですよね。中はドイツです、ね、で、外はイタリアです。はい、で、なんか日本にジェットストリーマータブルもいいわけですよね。それ拾えないですよ、何のあれか分かんない。いやこれ竹野がめっちゃ笑っとってんな。そうです、そうです、俺がジェットストリームアタックって言ってんのに誰もガンダムのドームの話を拾ってくれへん。これ今回もやったったわ。っていうことですか。はい、あと取り扱い店舗が関西ですと、うん、阪急メンズ大阪、はいはい、とビームスハウス神戸と、はい、あとスミス梅田、はい、デルフォニックス大阪。知らんの？デルフォニックス大阪で何？ちょっとしたプロレスラーみたいな。あとがバーニーズニューヨークの神戸店。そうなんだ。正規取り扱いっていう形ですね。ということで、はい、今日はですね、岸野くんが持ってるペンをご紹介させてもらいました。どうもご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。